Join me, 48 hours correspondent Aaron Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcasts. 今朝入ってていいるニュースをお伝えしていきます。本の半島地震発生から今日で2週間、断水5万6千0戸、2万人が避難、岸田総理が被災地を初の視察、非常災害に指定へ、被災者からは厳しい声も、台湾総統選、民進党の雷清徳氏が当選。 一方、議会は野党の国民党が第一党に北朝鮮が中距離弾道ミサイル発射、日本の排他的経済水域外に落下大学入学共通テスト終了、不正行為が4件さて、能登半島地震、今日で発生から2週間となりました。 避難所から宿泊施設などに移る二次避難が進められていて故郷を離れる被災者がいる一方石川県輪島市や珠洲市では仮設住宅が着工され生活再建の動きが出始めました。ただ、だま断水。 のところがね、はいえー、多く残っております。富山、石川両県では14日時点で合計およそ5万6000個が断水ということです、えー。そして昨日の午後2時時点で石川県内で221人の死亡が確認され、避難者はおよそ、えー、合計2万3、えー、合計2万35人ですね。 被災した県立高校生の二次避難先を金沢市内に開設することも決まったということです。えー、ただ断水が続いているということが被災地にとっては大きな課題となっております。はいえー、浄水場を修理しても えー、例えば鈴市内ではですね全域で排水管が断裂破断していて少しずつ水を通しながら漏水状況を点検する必要があるということで復旧は年単位になる可能性があるということなんですね、はい、やっぱり何にするにしても命の水ですからね,、えー、ね本当にこの水がないことにはということで生活っていうのはもう本当、うん 困ってしまいますよね。えー、一刻も早くこういうね、水が通ることを願いたいですし、あとはまあ周囲からもいろいろな、まあ、周辺自治体からもこう水を持っていってはいるんですけども、なかなか追いつかないという状況。で、ちょっとね、びっくり、びっくりというか、あ、こういうことが起きてるのかっていうのがあったのが西日本新聞一面なんですけども、はい、えー、地元で医療支援などを行っている認定 NPO 法人、 ピースウィンズジャパンの医師の方によると避難所にいるほとんどの住民の方が歯磨きができていなくって、えー、口の中口腔内の細菌の増加による肺炎のリスクが急上昇しているとそして新型コロナウイルスやノロウイルスなどの感染症が広がりつつある他にもこの水不足によって手術や人工透析も困難になっているということで 歯磨きもできないような状況、まあ、水を何に使うかってこう優先順位を立てなきゃいけないっていう中で、えー、歯磨きがなかなかできていない、そうなると航空環境というのが良くなくって感染症を引き起こしてしまう、うね、肺炎を引き起こしてしまう要因になっているということ、苦しいですね、うんえー。そんな被災地を岸田総理が訪れました、えー。1日に地震が発生してからは被災地を訪れるのは初めてと。 ということになりますが石川県の輪島市珠洲市漁師の避難所を訪問したほか石川県の長谷知事らと意見交換したということですその中で能登、えー、半島地震について岸田総理は復旧事業の一部を国が代行する大規模災害復興法に基づく非常災害に指定すると表明しました被災者支援のため2023年度の予備費から1000億円を超える支出を 月内に、まあ、1月内に決定する考えも示したということですね、激甚災害に指定され、まあ、補助金の一部をまた国が肩代わりしたり、こういう非常災害指定にすることで、被災者支援を、ね、より手厚くしていくということですね、2>, はい、2週間経っても、なかなか、あのー、復旧、復興に向けて再建も進まないということで、もどかしい思いをされてるでしょうね。はい さて、週末、台湾で総統選挙が行われました。13日に今投票開票が行われましたけれども、中国が独立派とをみなす民進党の来清徳氏が新総統に当選しました。会見では中国、台湾が一つの中国に属するとする中国の主張には触れず、慎重な一歩を踏み出しました。 えー、雷氏はですね、会見で、まあ普段は原稿なしで演説するということですけども、この夜は固い笑みを浮かべつつ、頻繁に演説内容が映されたモニターに視線を送り、話す言葉を慎重に選んだと、朝日新聞を報じております。はい、えー、雷氏はこれまで、台湾は事実上の独立国と主張、当選前まで中国が台湾との対話条件として一つ、えー、として受け入れを表明、 求める1つの中国の考え方を明確に拒んできましたが13日の会見では1つの中国に触れるのを避けたということですまあ来週当選を果たしましたけれども国会はというとライバルの国民党の方がまあ多くを占めているということで政権運営スタートとしてはなかなか難しいまあスタートとなっております hkt の柳瀬玲也です RKB ラジオでお送りしている「ガールズパンチ h k t 4 8の「ももちはラジオ局」ポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル Spotify アマゾンミュージック GooglePodcast などで「桃もちラジオ局」と検索してフォローをお願いします。